フィギュアスケート女子の坂本花織、シスメックスが22日、北京五輪シーズンのフリーを海外ドキュメンタリー映画の音楽となる新たな演目で臨む意向を明らかにした。ブノワ、李承志が振り付けを手掛けたが、高難度で8月の大会は別の演目を使用。それでも今回は高得点を狙うために決断した。女性の強さを引き出している映画。それを表現できたらいい。関係者によると、実戦で大技のトリプルアクセルにも挑む計画という。